おかえりなさーい。今日も一日お疲れ様でした。どんな一日でしたか？朝からね、こんな一日にしたいなと思ってね、その気持ちを先取りしておくといいですよ。明日からよかったらしてみてくださいね。そして今日初めてこの番組をご覧いただいたあなた、はじめまして。シンガーソングライター島子と申します。たくさんある動画の中からこちらにたどり着いてくださって本当にありがとうございます。自己紹介させてください。22年目の活動をしておりますシンガーソングライター島子です。富山県高岡市出身です。最近島子という名前に改名して新たな一歩を歩んでおります。これを機にあなたも一緒に歩んでいただけるととっても嬉しいです。これからどうぞよろしくお願いします。お近づきの印によかったら一曲聴いていてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。さて、今夜は43夜第43夜になりました。ここまで続けることができたのも皆様に応援いただいているからです。そして島子の活動を支えてくださっているファンクラブ島子ファミリーの皆様、 YouTube メンバーシップの皆様にこの場をお借りして感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。本当にいつもありがとう。それでは今夜のご案内です。ここ数日ラブソングが続いておりますけれども、今日も島子のオリジナルラブソングをお届けしたいと思います。ここ数日お届けしているものはプライスレスベーコントースト、これも過去1回しか歌ってない曲ですし、本当に本当にあなたが好きです。今もこの曲も昨年の秋にできたばっかりので、まだねライブなどで歌ったりはしてない曲だったんですね。で、今日もですね、もう本当に1回2回数えるコードしか歌ってないラブソングになるんですね。まあ、曲のエピソードとしましては、これは20代なんだろうな、作ったのがね。まあ、その時の心境っていうものがね、たくさんいろんな私の経験が散りばめられているんでしょうけどなんか発音がおかしかったですね。いろんな経験が散りばめられてはいると思うんですけれども、もう全く1から100まで全部実話ですっていうことはあんまりないんじゃないかな。これまでの制作の中にもね、イメージもありますし、最初ちょっと作り始めてからその世界観に入っていくっていうこともありますからね。もちろん降りてくるっていう言い方もありますけれどもね。ただ今改めてこの曲をね聞いて思うのは、まあ、人生ってね、あの壮大なゲームだとね、人生ゲームだって言われたりしますけれども、その中で大部分を占めるのってね、人間関係ですよね。このもしゲームだとすれば、人間関係がとっても壮大なストーリーになっていると思うんですけれども、その中でも恋愛っていうのはそのゲームの中でもね、主要部分を占めていくものではないでしょうか ね。いくつになってもそういった感情っていうものがあるのではないでしょうか。恋愛という恋のゲーム、あ、ついにもうここまで来たと思ったら、あれってもうあっという間に振り出しに戻っていたりとか、あれってね、そういうこともあったり、あと何にもなかったはずが急にパンって始まったりね。でパンって始まったばかりと思ったら、もうなんか一気にゴールに進み始めていたりね。本当にその人間関係を壮大なゲームに例えるとね、もうそれぞれの意見があって、それぞれの考え方があって、それぞれの生き方があって、それぞれの感じ方もありますからね。もうきっと永遠に終わらないゲームになっていくんじゃないかなって思うんですよね。誰一人同じ人はいないわけですからね。で自分と違うなって
って考え方や行動とかがね、自分と違うなと思ったとしても、あ、そうなんだなって、みんな違うもん、みんな違うんだからそうなんだなでいいんですよね。いや、こうでしょっていうものは必要なくて、みんな違うわけだからあ、そうなんだ、自分はこうだけどこういう人もいるんだなとかね、ね、こう決めつけたり押し付け合うっていうよりも、あ、そうなんだなっていう気持ちが、うん、なんかそういう気持ちでいると気持ちがいいですよね。こう考え方を押し付け始めると、ゴリ押しし始めると、こうだよってやり始めると崩れていきますね。あっという間になんかね、その構築ができないというか、うん、崩れていくような気がしますよね。うん、私もね、まあ、私はもうやっぱりこうだと思ったらこうっていう頑固な部分がすごくねあると思うんですよね、子供の頃からこれまでね。まあ、だからこそこの活動をね、今22年目シンガーソングライターとして続いてるのもそれだと思うんですけれども、自分に対して頑固などはそれでいいんですよね。自分はこう自分はこうでありたいっていうことね。けれどもそれさえも、自分に対して頑固っていうことも、毎日毎日それが変化していくっていうことも見てあげたいなとは思いますよね。頑固は頑固でいいんだけれども、自分の大切にしたいものも日々変化していっていいものだと思うんですよね。それを分かってあげられる自分でないと、変化してっているのに自分の頭だけでこうだったって思い込んでて、本当の幸せな気持ちからかけ離れていることがあるんですね。そうすると、大きな、なんか出来事があった時に、やっと、あ、私の幸せの気持ちは変わってたんだなっていう、うん、ことに気づくことがありますね。なんか、あ、ずっとギュッてこう、ギュッてここにつなぎ止めていたものを失った時に、その時はショックなんですけれども、よくよく考えてみると、あ、これでよかったんだ、今の方が全然幸せだな、全然居心地がいいなっていうこともあったりしてね。それを人生で何度も経験しているので、あ、自分にさえも自分のこうなんだっていうことを押し付けてることってあるんだなってね。一番近くにいる自分のことを、自分が心地いいなって思うことは、自分の心が一番分かってあげたいなとも思いますけれどもね。ということで、恋愛から少し逸れていきましたけれども、まあ、恋愛も同じじゃないかな。ね、全部つながっているんですよね。終わってから振り返ると、あらな、こうだったなとか言って思うんですけれども、けれども、その時その時その瞬間は一生懸命だったなっていうのが恋愛なのではないかなと思いますね。それでは曲をお送りします。ファンクラブ交流会ライブの時に弾き語りさせていただいた映像をご覧いただきます。短い曲ではありますが、ぜひこの恋愛ゲームの中に入ってみてください。しまこで新宿線マインドゲーム。1年前の私の話
お帰りなさい。いかがでしたか？よかったらコメント欄に感想を書いていってくださいね。はーい。最近のしまこのおやつを紹介します。栄養ギュッと一食分バランスオンミニケーキ。ね、栄養がビシッと入っているやつですね。こちらね、箱、ボックスでね、ファンの方からいただいて、それをおやつにいただいております。どうもありがとうございます。美味しく食べてますよ。それでは、ここから、しまこと一緒夢占い行きたいと思いまーす。昨日は現実的なね、高岡の街を一緒に歩くような、そんな夢占いでしたけれども、実際に夢見られましたか？どうだった？トトマルの夢見られましたか？しまこと集団トークをしてる夢見られましたか？そして、しまこと、銃弾ソフト食べましたか？はーい。今日はですね、富山県内の中で、しまこと一緒に行くスポットを考えてみました。では、あなたの今日の夢占い、しまこと回る富山のスポット、どこになるか、ご案内したいと思います。それでは、あなたがパッとひらめいた番号、1、2、3、選んでみてくださいね。いきますよ。せーの。しんまこと一緒。しんまこと一緒。しんまこと一緒。ワン、ツー、スリー。はーい。1番でしたか？ 2 番でしたか？ 3 番でしたか？はい。それでは、あなたの夢占い。いきましょう。一番だったあなたはですね、しまこと黒部峡谷鉄道のトロッコに乗る夢を見られるでしょう。イエーイ。最後の終点まで行って温泉に入って、そしてお蕎麦を食べて帰ってきましょうね。イエーイ。ゆっくり新緑の大自然の中をね、エネルギーいっぱい浴びて、そして美味しいお蕎麦を食べて帰ってきましょうね。はい、楽しみですね。一番だったあなた、イメージできましたか？ OK。 はい、そして2番だったあなたはですね、富山の称名滝を見に行きましょう。こちらですね、先日ツイッターの方でリスナーの方から写真をいただいておりますので、素晴らしい写真でしたので、ぜひ一緒にご覧ください。富山県にある称名滝は落差日本一と言われている富山県屈指の秘境スポットです。水しぶきを上げながらダイナミックに流れ落ちる光景は圧巻の一言。国指定の名勝及び天然記念物、日本の滝百選、日本の音風景百選にも選ばれています。ねえ、パワースポット一緒に行ってエネルギー充電してきましょうね。まあみんなで集まるだけでね、十分充電になりますけれどもね、楽しみですね。そして3番だったあなた。3番だったあなたはですね、なんと高岡市佐野にありますおとぎの森公園で青空ライブをしましょう。はい、実はですね、実際にね、このおとぎの森公園で青空ライブをしたことがあるんですね。懐かしいですね。もう10年ぐらい前になるのかしらね。ということで、おとぎの森公園、ドラえもんの広場とかもあってね、とっても大きくて、とっても楽しい公園になっておりますので、緑豊かなんですね。春はね、桜が綺麗ですし、今の時期は新緑が綺麗ですし、秋にはね、紅葉も見られますしね、とっても広いので、ウォーキングされている方もいますね。私もね、お母さんとウォーキングしていた時期がありましたね。ということで、一緒にピクニックしながら、こちらで、しまこの青空ライブ、
一緒にいたしましょう。イエーイ。楽しみですね。ぜひぜひ高岡に遊びに来てくださいね。ということで、今日は富山県の名所スポットをご案内しました。想像しながらゆっくりお休みしてくださいませ。それではここからお知らせです。しまこにはファンクラブがあります。いつもそばにしまこファミリー、そんな思いでこのファンクラブをやっております。ぜひあなたにもご入会いただけたら嬉しいです。ご案内は概要欄の方に貼ってありますので、そちらから入ってきてくださいね。お待ちしております。そして間もなくに迫っておりますメンバーシップの生ライブ、11日に開催いたします。11日の9時20分を予定しております。毎月11日22日がメンバーシップライブ、29日が一般公開ライブになっております。メンバーシップに入っていただけますと月3回の生ライブにご参加いただけることになります。そしてメンバーシップ限定のライブっていうのはとってもアットホームでゆっくり皆様とお話ができるようになるんですね。ぜひぜひこちらご参加いただけたらとっても楽しいですよ。お待ちしております。概要欄に貼ってありますので、そちらから入ってきてください。お待ちしております。それでは皆様、今日もありがとうございました。ゆっくり夢を想像しながら楽しい夢の世界へ行ってまいりましょうね。深呼吸行きましょうか。人生は祭りだ。わっしょーい。はー。青空の下で、おとぎの森公園で、トロッコに乗りながら、露天風呂で、照明だけで、深呼吸。ふー。はーい。今日の疲れを流していきましょう。よく頑張りましたね。お疲れ様でした。頑張りましたよ。素晴らしい。あなたの心地よさ、気持ちよさ、そして楽しさ、あって感じるときめき、その時間を大切にしてあげてください。まあ、時間というよりもその感覚をですね、大切にしてあげてくださいね。それがあなたの進む道なんですね。ちゃんと心が教えてくれてますよ。ということで、今日もゆっくり休んでください。お疲れ様でした。おやすみなさーい。ありがとう。また明日ねー。ありがとうよりもっともっと大きな言葉探してる。語り尽くせない最上